お金持ちありがとう。お金持ちのおかげでお金持ちになれました。私は素直にそう思いますね。あの金持ちに嫉妬するっていう気持ちは私は全然ないんですよ。すごくね、身近な例なんですけども、レクサスって1300万とか1500万とかするんですよね。ものによっては1800万するんですよ。でもそのどっかのね、大金持ちがレクサスを新車でバーンと1500万で買うじゃないですか。3年ぐらい乗って別の車に乗ろうと思って、もうね、いとも簡単に乗り換えてくれるんですよ。そうすると新車で1500万のレクサスが中古市場に出てくるわけですよ。そうすると1000万を切るような価格で3年後に乗れる人が出てくるんですよね。でそれも結構な金持ちですよ。1000万前後の車買うわけですから。で結局その1000万前後で中古のレクサスを買った方も3年ぐらいしたらもう別に乗り換えるわけじゃないですか。そうやって新車のレクサスも10年経ったらなんとね、100万とか200万になってるんですよ。だからやっと買えるんですよ。お、これが金持ちの1500万のレクサスか、すげえな、10年経っても超高級車だよみたいな感じでね、楽しめるわけですよね。そうやって中古市場って回ってるんじゃないですかね。でも金持ちがいなかったら、金持ちが中古にそうやった高級車を3年とか5年で下ろしてくれなかったら、本当に高級車は金持ちだけのものですよ、うん、だからお金持ちありがとうって感じですよね、うん、だからね、嫉妬というよりもね、吉谷さん、私はね、お金持ちに対してはもう取り入ってしまおうと思ってますね。え、お金持ちなんですか、ヒルズ族なんですか、いやすごいですね、教えてくださいよみたいな感じで仲間に入るんですよね。いや仲間に入るんだったら金かかるよ、いくらあった、あの50万だなんだって言われたらね、クレジットカード2枚切ってキャッシングして、あ、お金作ってきました、これでよろしいでしょうかですからね、おーよっしゃよっしゃ来い来いみたいな感じでね、でどうやったらお金持ちになれるんですかね、教えてもらえませんかみたいな感じで、自分もお金持ちになるルート教えてもらえばいいんですよね。で取り入ってしまえばおこぼれももらえるじゃないですか。おこぼれっていうのはなんかね、美味しいもん買ってきたからみんなで食べようとか言っておごってもらえるっていうのもあると思いますし、あ、こんなこと知ってるんだけどねっていうふうに情報のおこぼれももらえるんですよ。でもお金がない人同士で固まってきて、どうやってお金持ちになる情報ってこぼれてくるんですかね。やっぱお金持ちだからこそお金持ちになる情報を持ってるから、なんか二次会とか三次会でポロッと出ちゃうわけじゃないですか。だからもうお金持ちのセミナーも行くのは打ち上げ二次会から三次会、こっちの方が重要です。人数も減るし、で四次会になったらね、もうね、お金持ちの人も、もうある分口が軽くなってるんで、言っちゃいけないことまで言っちゃうんですよ。でそこで、おこぼれてきたぞ、おいしい情報みたいな感じで自分だけが金持ちになっちゃえばいいんですよね。ということなんで、お金持ちを妬んでる人はお金持ちになりにくいんで、それよりも早くお金持ちになろうと思ったら、金持ちに取り入ってね、おこぼれをもらうこと、私はそれをね、徹底していこうかと思いますね、これからもね。だからね、あのホストも結構派手な人いるじゃないですか。お金稼いだりとかね、高級車に乗ったりとかね、で下っ端を引き連れたりとか、ホストね、かっこいいじゃないですか。そういうかっこいい面だけに目を向けて、ホストのどっかね、やっかむところをね、一生懸命見つけるんじゃなくて、妬むんじゃなくて、あのどうやったらホストになれるんですかねって、どうやったらそんな売れっ子になれるんですかっていうふうに、どん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 ね、こうやってすり寄っていくこと、それが稼ぐ人間のプライドだと思いますよ。それをね、変にね、自分はプライドがあるからあんなやつにちょっと教えこうなんてやってられるかって、でも成功者に教わらずに誰に教わるんですか。気のいいお金のない人に教わればいいんですかね、うん、お金だけじゃないよって、本当にお金がない人に何を教わるんですかってことですよ、うん、まあそういう選択もあると思いますけども、私はお金がない人が何か人の助けになるってことはその可能性低いんで、自分がお金持ちになって、でそのお金持ちになった力でいろんな人を助けたい、そういうふうなシンプルな思いがありますよね、うん、で、あの女性の話もしてましたよね。昔の女、男は昔の女を思い出すみたいな。私に言わせれば、私はね、昔の女性を思い出さないんですよ。私に言わせれば、なんでね、そういうふうな違いが生まれるかっていうと、今の女性に夢中になってれば昔の女なんて思い出す暇はないですよね。だから今の女もそこそこの付き合いだから、いちいち昔の女振り返ってみたり比べてみたり、昔の女がなんか惜しいなと思って浮き上がってくるんですよね。いや本当にもうこの人一人でよかったんだ、そのぐらい四六時中その人に熱を上げてれば、他の女性がいるかいないか分かんないですよ。私もね、自分のことですけども、今の、ね、奥さんと知り合った瞬間から他の女性との縁が全くなくなりましたからね、全く切りましたからね。もう飲みにも行ってないしね、女の人と二人で会うこともないです。仕事で会っても会うことがないです。もうアホらしいと思うようになりましたね。それは私がね、夢中になれば他の女が気にならないっていう、その領域まで行ってない人が
天秤をかけるような感じであっちもこっちも気になるんだと思うんですけどもね、まあ、そうじゃない方もいるんじゃないかなと思うんですけど、私としては昔の女性が全く気にならないし全く思い出さないと、まあ、昔の女の人の話してって言われた時は何とか思い出して話しますけども、もうそこにはね、あ、なんかこうあの頃は良かったみたいな感情とか、なんか甘酸っぱい思い出とか全然ないですね。なんか映画を見てきたような、そんな話をしているような感覚です。私の女性の思い出話ってのは本当にそんなことってあったんだろうかって自分でも思いますね。でね、私ね、大学生の時にね、あの同じゼミのやつがあのレパードに乗ってきたんですよ。なんか車で出かけようぜって言うから、どうせ軽自動車無理して買ってんのかなと思って、まあ、待ち合わせしたらすごい黒塗りの車でゴーンと入ってくるんですよね。そしたらレパードって車で、おすげえなこの車と思いましたね。でそこに対して私がどう思ったか、何を言ったかっていうと、おこの車すごいじゃん、えこれいくらしたの、どこで買ったの、えどうしたの、えどんなバイトしてるのっていうふうに、この車を維持するためにどういうバイトをしてるのか、この車っていうのはいくらでどのようにして買ったのか、同じ立場の人間がどうしたのかってことを聞きました。そしたら彼はですね、テニスのサークルにも入ってて、テニスを教えてお金をもらってるらしいんですよ。でテニスを教えてる人っていうのがお金持ちのね、お金持ち の, その家族の方、まあ、ご主人で奥さんだったりとかね、娘さんだったりにテニスを教えてギャラをもらってるらしいんですよ。でレパードっていうのは、その教えに行ってるお金持ちの家の旦那さんがレパードを買い替えるから、別の車にどうって感じで持ちかけられて、格安で譲ってもらったらしいんですよ。なんとか君だったらこの車乗ってもらってていいよみたいな感じでね、それすごくいい関係じゃないですかこれ。だからこの羨ましいなと思った瞬間、どうやるのって聞いたら、そういうルートがいっぱい見えてくるんですよ、うん、だから私はねそういう風にしてますよね。でもう一点ね、大学生の時に、あの私あの麻雀店でバイトしてたんですけども、その同い年でね、金持ちの息子があのよく遊びに来て、なんか気があったんでよく遊んだんですよ。そしたら彼はね、私と同い年、当時20歳で、あのグロリアの新車とフィガロっていうね、ヨーロッパの車2台も持ってるんですよ。それで交互に乗り付けてくるんですよ。一人で来るときはフィガロで来て、で久保ちゃんちょっと今度2人で出かけようぜみたいなときはグロリアで来るんですよ。そうやって、お車2台もすごいねって言ったら、うん、まあ一人用と友達と乗るよみたいな感じで友達誰かを乗せるときはグロリアなんですよ。一人のときはフィガロっていうちょっとねコンパクトな車なんですよ。いやすげえなと思って、その瞬間私その時免許なかったんですけども、あ、車って一人一台じゃないんだっていう風な先入観があって、それから私は複数台車を持つ人生が始まったんですよ。免許取りますよね、車買いますよね、2台なんですよ、ずっと2台か3台なんですよ。最近は4台になりましたけどね。だからこういう風に全然ね、その金持ちに取り入ることによって考え方とか人生っていうのはこう枝分かれしていくなと思いましたね。うん、まあ、最後にね、面白いエピソードちょっとしておきましょうか。あの面白いエピソードね、あーそうですね、まあ商売やってるじゃないですか、ビジネスをねやってますよ私たちはね。うん、やっぱりさすがに私たちは24時間考えてますね。自分の商売作ったわけですから、自分のビジネス、自分のお店イコール人生になってくるわけですよ。そしたら24時間そういうこと考えますよね。でもサラリーマンさんっていうのは休日になったら仕事から解放されちゃいますよね。だからそれがビジネス脳を退化させてると思います。うん、まあ面白いエピソードでもなんでもないですよこれね。うん、吉野さんが言われた通り、商売をやっていればお金のことに24時間真剣に考えてますね。これはね、お金のことばっかり考えてやがるっていう変な言い方がありますけども、当たり前やないかと思いますよね。どうやったらお金を無駄にせずに使えるだろうか、どうやったらこのお金をもうちょっとね有利に使えるだろうか、今度考えますよ。だから結果的にお金が有利に働くわけですよ。お金のことをずっと考えてるからお金にも好かれるんですよ、ね、好きな女の子のことをずっと考えてるからその女の子との縁が開けると思うんですよね。自分の家族のことをいつも考えてるから家族との関係が良くなると思うんですよ。そういうもんじゃないかなと思うんですよ。24時間考えますよ。24時間考えてるから解決できます。24時間考えてない人が解決できますかね。24時間考えてる人と24時間考えてない人、どっちが解決できると思いますかっていう、単なるそんなそれだけの違いだと思うんですよ。私は365日24時間お金のことをずっと考えてます。投資運用もやってますけども、もしこの運用益がなくなったらどうする、もしこの投資が
爆発したらどうする、もし FX で勝てなくなったらどうする、いつもこうやって考えてます。今安定的に入ってるお金がなくなったら俺はどうするかなって考えてるんですよ。だからビジネスのこともちゃんとやりますし、ビジネスがもしね成り立たなくなったら、よし介護士やろうっていう覚悟もいつもあります。ね、それこそガードマンやる覚悟だって別にありますよ。ガードマンもねやってたことありますんでね。ただお金のために仕方なくそれをやらざるを得ないっていう状況が来ないように24時間364日知恵を巡らしてるんですよ。だからね、みんなの銀行だって猛烈に進めるでしょ。これはみんなの銀行のアプリを進めるのか、それともガードマンに行ってお金を稼ぐのか、どっちがいいかって話なんですよ。みんなの銀行を進めることによって1日ね7000円もらえるんだったら、ガードマンで1日中働いて真っ黒になってね7000円もらうのか、どっちがいいかっていうシンプルな答えです。私はガードマンをやったその経験から言いますけども、ガードマンをやってもらえる7000円がいいのか、アプリを紹介して7000円もらえるのがいいかって言ったら、アプリを紹介して7000円もらえる方がいいですね。しかもアプリの紹介っていうのは紹介した人まで稼がすことができる、相手も稼がすことができるんですよ。でガードマンっていうのは自分のお金欲しさにやってるだけです。当時どっちがいいかっていうのはね明白ですよね。ガードマン大好きやみたいな人が働いているべきなんですよ、ガードマンは。ね、他の仕事もそうですしね。ということは、私は YouTube が大好きやって YouTube やってるんでよかったわけですよ。金のために仕方なく YouTube やってるわけじゃないんですよね。で多くの方はもしかしたら金のために仕方なく YouTube という選択をしてるから続かないのかもしれません。そうではないんですよ。自分がねお金なんてもらえなくても、これは時間を過ごした価値があるなっていう風な、そんな仕事とかそんな女性とかと付き合っておけばいいんじゃないですかね。ひいては金にならなかったけど俺の人生すげえなみたいな生き方をしてればいいんじゃないですか。そしたらお金になるんじゃないですかね。自分の人生が喜びと幸せに詰まっていれば、そういった自分の人生の経験や見地っていうのは必ず販売するコンテンツになりますからね。まあそんな感じですかね。面白いエピソードを最後締めようと思ったんですけど思いつきませんでした。じゃあいってらっしゃい。